じゃあちょっと、構えてみ、はい、まずえっとまずはまず今までの構えがどうですか今まで今までってこういう感じですじゃあ TTA はこうそうやな、うん、ほんならそれした時にさ、はいうん、ほんなら、はいはい、じゃあやってみえっとこうですね TTA ですねそう,そうそうそう、はい、なこうなった時にさそのまあ言うたら歯が浮きすぎて トップしそうって感じるんやろそうですね刃が当たりそうそうそれはもっと地面を厚く振らなあかんね地面を厚く振る厚く振るはいだからまあこれもまあドリルの一環になるんかなまあこうね体の真ん中にクラブ構えるわけあハンドファーストにならへんやろだからこのちょっとまあ五角形みたいなの作るんやけど この状態であもうしっかりしっかり地面をってことですねそう、そうはいくさぶここでやってみ、はい、で君のの今の振り方やったらはい熱く入ってないの全然浅いのよほううんもっと熱く振れ、はい、そうそう これぐらい熱く振れ。そういう感じ。ダフリ上等ですね。ダフらなあかんねで。おお。ダフらなあかん。これいい言葉ですよ。多分。うん、ダフらなあかんねで。そう。それでさ。はい、うん。あかんか。はい。 これってあのよく言われるなんかバンス使うとかっていうあれの関あれに関係近いんすかね。いまあ、実際のところだと思うよ。バンス使えてるやんか。うん確かに確かに。そうん。これでも多分ちょっと浅いぐらいとかでいいんだけど、ね。ちょっと止まってる。はい52でいいですか、はいはい。もちろんこれがね。はい。まあライが悪いとことか。はい。うん、あの砂の上とかそれは無理やわ。はいはい、うん。でも今この状態まあこの季節ね6月とかになってきたらまあ芝も生えとる。うん。 めっちゃ逆目とかそういうのもない。はい、ってなったらそれぐらいコったって全然オッケー。マットの上で打つのよりこっちの方が楽やろって僕は思うねんな。あはい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 。なんか言ってることわかります。うん、そう。ほんまや。あれ前回ある止まる。前回あるうまいこといく。<laughs> おっと。な <laughs>？あこれはさすがに難しいか。ダフってんねんで。ダフってますね。でもいいのよ。うん。 多分僕ほらいろんなプロの人たちと回って、はい、アプローチの上手な人って、うん、今ぐらいダブったのを一つも気にしてない。ダフらなんやったらめっちゃスピンをこれで止めたいって球の時は、はい、す,すごくダフってフェースの上の方に当てなあかんねん。 あーなんか以前ちょっと言ってありましたね「うん、ここで」とかってなんかそうフェースの上の方にカンって当てれるんやったら、うん、溜まってすごくこう止まるのよまあ勢いがだいぶなくなっちゃう,いう、ね、もうそうやしちょっうんそうやな、ね、スピンもかかるから、うん、だからまずその感覚もないとあかんねへえ<ー>フェースの下,下から3本目とかそんな難しいことちょっと忘れてしっかり地面をなドンとそうほらあれぐらい結構ダフってるよ 結構打っってます。ますそう。でも前行くやん。そう。もうちょっと上手そうな雰囲気になってきたね。<laughs> <laughs> <laughs> なんやろ何も言えへんわ。まあ、何も言えねえやん。なおにも言えねえ。いいね。そうそうそう。あ<お><ら>ほんまや。これ,これうんほんまや。 なんか勢いの割にボールが飛ばないちゃんとし、うん、優しく止まるっていうかそうですね、うん、へえダフルもうここでもいい感じですねそうやなそうそうそう,そう自分がこう近づいていくずるっとほらナイスうん、さすがにちょっと強すぎましたね、うん、だ距離感とそれはまた別のも題なんやけどね、はい、そうですねうんこんな感じそうそれでいいですほらうほん,んなら ペースをどこに入れるとか、うん、一つもないやん。そうですね。だいぶいつもの僕がこうなんかしなんかって考えているよりかはかなり楽っていうか。うん、そ,うそ,うそ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 う。まあすごく難しそうにやってるもんね。高度なとこここや、ね、こうなんかこう左側とこう高い。<laughs> 高度なこと言いますからね、うん。あんまりこう反動、ね、<laughs> できないところ。<laughs> よしはいじゃあでこの時に、はい、上げるやん。 バックスイング上げて、てて、はい、ああああ戻してきてこの時左肩がこのままで当たってほしいね<ー>左が伸びてるとここがグッと上がってくるわけよこうですねこういう打ち方もあるのは分かっとる、うん、でも、はい、このまんまの高さでクラブ振れるようにそういやそうそれで地面ドスッとかる、ね、これはえっと、回る感覚とかは一切なし感まずはね このアドレスしたところのこの肩がこうならへんにしてほしい、うん、もうこうおおなるほどはい OK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 、はい、こうっすねそうおそうこれでいい <laughs> これかっこいい見えますこれ上手そう見えますうん <laughs>、うん、<laughs> 僕的には <laughs> こうおいいねいいねそう<お> <laughs> はい、はい、それでやってみてさっきの構え方とか TTA そうそうそう構え方から左肩上げんと お、いいね。そんなにね、お、いや、僕的には好きなんだけどね。それねこれは、ね。はい、ちょっと左。調査。てはい、はい。オッケー。ほな、こう、すごい、こっちはやっぱり、しっかり緩めとくっていうか、曲げとかないといいですね。ああそう、もうね。伸ばしちゃうと、絶対張りますもんね。そう,そ,うそう、そう、そ,そ,そう、そう、そう。むしろ、なんなら、打つ時に曲げろぐらいの。 もうそれぐらいでいいんじゃない。うん。ちょっと待って、左肩を押さえていきますよ。はい。これで。はい、上げて。こう、オッケー。そうそう。そう、こういうドリルあってもいいと思うね。うん,うん。左が、張ってると、結局それ絶対できへんや。はいはいはい、できない、できないです。できないです。で、こういう感じで、もうダフってると、僕は思うね。こう、こうなっちゃう、うん。やっぱりこう、右が高く。左が低く。 うん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 。<laughs> 何やったらもう右足伸ばしてって感じ。<laughs> なるほどね。うん、あのそうですもね、土井さんの構え方のイメージでこう,うこうってはありますもんね。もう右足伸ばして、うん、でもみんな割とこうなんね。はいはい確かになります。うん、これはダフルともでね。右伸ばして、うん右手伸ばして。で左サイドを縮めといて、<う>おいいねいい構えになったね。そう。それでそのまま地面をおオッケー。OK オッケー。<Okay> さあどう映ってるんでしょうかねこれ。あ僕も後が楽しみです。<laughs> <laughs> ほら。とは例えば、ないでしょ。あんまりに僕必要にフォローを考えるのもよくないのかもしれませんね。これするとやっぱりついつい。お、うん、そうやな。だからあのら僕が言いたいなそのインパクトの捉え方まで。はいはいはい。うん そこまでしっかり捉えれたら…撃ったらおしまいっていうぐらいの感じでもいいのかもしれませんねそうそうそうほら。あ、だいぶいい…そうだ、ねうん、こう…なんていうのかな…ピシッと綺麗に入ってる…そうや 実ははでなの僕の思ってるのってもっとこうほんまにこうピシッとここに綺麗に当たってみたいなんですけど逆にすごいアバウトなんですよ当たり方が。それでいいだから入れる時はきちっと入れなあかんけど別に許される時はそれでいいやみたいな。うんそう逆にアバウトなんで何や知らんけどとりあえず行ってるわみたいななんかそんな感じにすら思いますね。 今のでも全然こうちゃんと打てた感がそのないって言った方がおかしいんやけどへえ<ー>じゃあね、はい、じゃあ今日はこれぐらいにしましょうあ,ありがとうございます。